はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ターバトル空城城太郎編極上ですね、極上の最終フロアを攻略していきたいと思います。パーティーはもう残っているのはこれだけいるので、クリアは簡単にできると思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。はい、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダーですね、ムダディオ、点数ファイアーブーム、SHIT ですね、入れてます。そしてシゲチですね、産物仲間連携、そして波紋の治癒を入れてます。続いてジョウスケですね、鮮度を30分やらせてをつけてます。そしてスタンバイには慶長ですね、決意、喧嘩と愛を入れてます。慶長の出番はないとは思うんですかね、保険として入れてます。はい、ではですね、いきましょう。もうこのメンツで倒せないってなったら、もう私の腕が悪いということになっちゃいますので、引き押し切ってみる、ちょっと行きたいと思います。さあ、まずはですね、アイテムが邪魔なのでサクッとなくしていきましょう。そして倒すことができるんですね。さあ、そしてシゲチ CS、 続いてもサクッと倒していきましょう。さあ、続いて第2ラウンドですね。はい、ではすぐに CS ですね、GCS で。はい、倒しました。続いてゾーンですね。まあ、ゾーンのこれですね、慶長が死亡時コンボスがやってくるので、これだけ回復していれば大丈夫でしょう。さあ、そして3ラウンドですね。もうここで光一君にね、ゲージを回収されるので、何も考えずに CS で倒しちゃいましょう。はい、倒せましたね。ゲージも回収されてきました。そしてやってきたのがディオですね。こうなってくるとチゲチで行かないといけないのがちょっと辛い。あ、倒せましたね。はい、第3ラウンドもクリアですね。そして最終ラウンドですね。イアスがエリアスキルありますが、シゲチ以外では関係ない。ではシゲチが向かって倒しました。ゲージは没収、虚しくアブさんが光っております。さあ、そして最終ボスですね、俺様太郎ですね。まあ、ここは弱点を突きつつ、押し込んでいきましょう。はい、倒しました。はい、無事にクリアすることができました。いや、簡単でしたね、牧場は。はい、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、ちょっと
究極の方にね、タワーバトル究極の方にですね、攻略していきたいとは思うんですが、少しね、まだ私、現時点ではクリアできていないので、クリアできるようになったら、動画を出したいと思います。ではですね、またお会いいたしましょう。では、ラストバトル。